スコティッシュカップは、スコットランドサッカー協会によって1874年に創設されたサッカーのカップ戦である。イングランドの FA カップ同様、スーファに加盟しているすべてのクラブに参加資格がある。FA カップと同様、抽選の時にホームとアウェーを決める。最初のゲームの90分間で引き分けに終わった場合は、リプレイといって相手の本拠地でまた90分間の試合を行って、 決着をつける。リプレイの90分間でも決着がつかない場合は30分間の延長戦と PK を行い決着をつける。準決勝と決勝はリプレイを行わない。決勝戦の開催場所はグラスゴーのハムデンパークである。第1回大会は1873-74。シーズンに16のクラブが参加して行われた。決勝戦は3000人の監修の前で行われ。 クイーンズパーク FC がクライズデール FC を2例で下し初代チャンピオンとなった。イングランドの FA カップは世界最古のカップ戦として知られているが、スコティッシュカップ勝者に与えられるトロフィーは1885年に作成された最も古いトロフィーである。優勝クラブには翌シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ出場権が与えられる。ありがとうございます。